品が揃った。また来てね。 また来てくれよな。いい品が揃った。また来てね。何を作りたいんだ。 また来てくれよな。いい品が揃った。また来てね。何を作りたいんだ。 また来てくれよな。いや。
Ja. Ja. Ich tu's jo.調査兵団か。戦えるなら何でも構わん。すぐに出撃してもらうぞ。あんたは確かトロストク奪還作戦の時にいた。助かった。心強いよ。貴様らも早く配置につけ。ぐずぐずしている暇などないぞ。は。巨人はここで何としても食い止めないと。トロストクで死んでいったみんなにも。 申し訳が立たないからね。行くぞ。力を貸してくれ。 頼もしいね。期待させてもらうよ。さあ、一匹たりとも投資はしないよ。巨人ども。 まずは防衛線の展開を援護してくれ。付近の巨人を駆逐し、防衛線の完成まで時間を稼ぐんだ。行くぞ。捕らえた。地方魚地が壊滅すれば、今度こそ人類は狙い通り捕らえた。 救援要請か。トロストクの時よりさらに腕を上げたようだな。狙い通り。完璧だろ。 俺が先に行くぜ、アイト。防衛線の展開を急げ。巨人の進行をこの地で食い止めるのだ。 あんなの防御じゃ。拠点を補強しなきゃならないのに。 それどころじゃない。食われちまう。狙い通り。行ってやろう。当然さ。すまない。これで拠点を補強できる。 余裕だ。 くそ。
巨人が邪魔で拠点の補強ができん。誰か手を貸してくれないか。落ちた。狙い通り。取れて。行ってやろう。落ちた。取られた。落ちた。狙い通り。完璧だろ。助かった。すぐ拠点の補強にかかる。防衛戦の展開が完了する。このまま味方を守れ。狙い通り。落ちた。捕らえた。狙い通り。当然だ。拠点の準備が整ったか。これで防衛戦の展開は完了だな。この防衛戦より先に巨人を進ませてはならんぞ。拠点を有効に使って巨人を退けるんだ。話してる場合じゃねえよな。俺たちの任務は壁の破壊箇所の特定なんだが、巨人が邪魔で進めねえんだ。すまねえが手を貸してくれるか。倒さず。落ちた。捕らえた。狙い通り。巨人がさらに接近してきます。
ブライダー、くそ、なんでいきなりこんなに巨人が現れたんだ。狙い、完璧だろ。俺らの方はなんとかなりそうだが、このまま素通りもできねえよな。これから攻勢に出る。まずは前線を押し上げるのだ。よし、我々は拠点を設営して前線を支援するぞ。お前ら、俺たちもこの戦線に加勢するぞ。時間はかけられねえ。拠点をうまく使え。了解です。では、設営場所を確保してきます。深淵だ、救援要請か。あんなの余裕だ。狙い通り。養老作戦に取り掛かりたいが、この状況では厳しいか。ここが拠点さ。助かったぞ。早速陽動作戦を始める。狙い通り。急いで拠点を。救援要請か。
んなの余裕さ。捕らえた。示すなんて、おお、なかなかのもんだ。完璧だろ。
なんとか巨人の進行を食い止めたな。これで終わるとも思えんが。壁の穴にはかなり近づいたはずだ。未だに一匹も巨人と遭遇しない。おかしい。行きますよ、リコ班長。この調子ならこの防衛線も維持できます。いや、巨人の恐ろしさは数の力だ。さらに巨人が来たらここも突破されてしまうだろう。なんだろう、何か。あんたはどう思う、この状況。悪いけど、私を褒めたところで何も出ないよ。新兵、ご苦労だった。ここはもういい。今のうちに調査兵団に合流しておけ。待て、コニー。嘘だろ、誰かいないか。コニー、下がれ。俺の家だ。こいつ動けないのか。じゃあ、どうやってここまで来たんだ。妙だな。誰か死体を見たか。いえ、見てません。全員逃げたんだよ。きっと巨人を発見したのが早かったんだ。そうか、そうですよね。誰もいない空き家を巨人は壊したのか。それに、なぜ馬が残っている。松明の調達は済んでいるな。出発するぞ。何も聞こえていない。今は任務に集中しろ。ありえないんだけどさ、あいつなんか母ちゃんに。コニー、今がどんな状況か分かってんのか。俺たちの働きが何十万人もの命に影響してんだぞ。兵士なら今最善を尽くせ。ああ、そうだ、その通りだ。南藩はその後も捜索を続けたが、破壊箇所を特定できぬまま、逆方向から壁沿いに南下してきた七葉たち西藩と合流した。長時間にわたる捜索のために疲労も限界に達していた調査兵たちは、ボールローゼにほど近い古城ウトガルド城で休息を取ることにした。
出発は日の出の4時間前だ。我々が交代で見張りにつくから、新兵はしっかり休んでおけよ。あの、もし本当に壁が壊されていないとするなら、巨人はどこから侵入してきているのでしょうか。もしかしたら当初想定したほどのことにはなってないんじゃないでしょうか。ああ、確かに巨人が少ないようだ。壁が本当に壊されたにしてはね。それを突き止めるのは明日の仕事だ。今は体を休めることに努めろ。おい、ところでお前の方はどうだったんだ。いろいろ走り回って大変だったろう。まあ当然だよな。まさかこんなことになるとは。休む前にもう少し情報交換をしておこうか。特に君はいろいろと見てきたようだし、状況を聞かせてくれ。ところでコニー、お前の村はどうだった？壊滅した。巨人に踏み潰された跡だった。そうか、そりゃ。でもみんなうまく逃げたみたいで、それだけは良かったんだけど。ただずっと気になってるのが、俺の家にいた巨人だ。自力じゃ動けねえ体で、なぜか俺の家で寝てやがった。そいつなんだか母ちゃんに似てんだ。ありゃ一体。コニー、まだ言ってんのか。お前はお前の母ちゃん巨人だったのかよコニー。じゃあなんでお前はチビなんだよ。おい、もううるせえな。バカらしくなってきた。その説が正しければお前の父ちゃんも巨人なんじゃねえのか。じゃねえとほらできねえだろ。うるせえ、クソ女、もう寝ろ。ゲルガーさんの言ってた通り、今は体を休めなくちゃ。さて、おしゃべりはこのくらいにして、君たちはもう休んでくれ。
れてない？疲れてない？